自然が多い日本では古くから海や山や川などに神が宿ると信じられてきました。それを八百万の神と言います。人々はあらゆる自然現象も神として祀ることで地域の平和を願ってきたのです。神を祀る場所は神社と呼ばれ、日本にはおよそ8万5000の神社が存在します。特に中部地方には多くの神社が点在します。地域に根ざした神社では神を祀る行事として長年祭りが執り行われてきました。この祭りという言葉は神を祀るが語源とも言われています。農村では豊作を願う五穀豊穣、漁村では大漁を願う大漁追福、都市では経済の発展を願う商売繁盛、この他にも無病息災や子孫繁栄など、人々は祭りを行うことで神々に祈りを捧げたのです。この祭りに際し神の降臨を願って人々が作り上げたものに山車があります。山車はもともと自然の山岳を模して作られました。神が山や岩や木などに乗り移る依代として天から降りてくると考えられ、神社で祭りを行う際には樹木や花笠などで山に見立てた沖山が作られたのです。その後沖山に車輪をつけて町を練り歩くようになったのが山車です。現在全国には曳山、屋台、鉾、だんじりなどおよそ5000の山車があり、地域の人々の強い絆で代々受け継がれています。やがて山車には人形が飾られるようになります。人形には神や人間の代わりとなり精霊が宿ると信じられたからです。その人形が動くからくり人形となったのは1470年から1522年頃、かつて尾張と呼ばれた名古屋の熱田新宮天皇祭や対馬天皇祭りの大山が始まりと言われています。からくり人形は動きの面白さから江戸時代に人気となり、からくりの技術が発達してゆきました。中部には多くの山車からくりが今なお残っており、山車からくりの宝庫といえます。